はい、今リトルインディアに来ました。いや結構変わったね。こんなに綺麗じゃなかったけどね、昔は。インドってリトルインディアっていう気がしないよね、駅前はね。はい。ただね、まああの辺はまあなんかインド系かなっていう気はするけどね。ただ人はね、やっぱりなんだ、ヒンドゥーの人が多いよね、リトルインディアだけあってね。はい。で、女性が非常に美人です。女性が非常に美人ですね。で、サリーをね、着てる人も多いですからね。はい。日本にもね、インド系の女性はいるけど、サリーを着てる人ってあんまりいないよね。で、まあいいと思うんだけどね。サリー着てもね、日本でもね。ね、ここの通りとかだとね、やっぱり、インド系っていう気はするよね。そういう匂いというか、匂いもね、やっぱりちょっとね、スパイシーな匂いがするよ。カレーの匂いね。インド独特の、ね、あれですね。これなんだろう。これなんだろうね。バスサービスインフォメーション。あ、バス乗り場なんだね、これね。でもこれどう乗るんだろうね、わかんないけど。こんなに乗る人がいるんだろうか。インド系も意外に世界に散らばってるからね。そう、インド教の方々ね。はい。あ、そうだ、アイスカちゃん食べたいな。いや、渡っちゃえ。ちょっとフードコートでアイスカちゃん食べてみますね。でも、インドの方々、まあね、こう言ったら差別とかになっちゃうかな、あんまり綺麗にするっていう風な、あれはないんだよね、イメージはね。ただ、シンガポールのね、さすがに、法律にのっとって、綺麗にはなってるかなというふうには思いますよね。はい。デザートショップがないね。いや、安いね。だいたいジンとかでも10ドルぐらいですかね。800円、です。はい。ただちょっとね、生地が薄いかなっていう気はする。もうこの辺になるともういいぞっていう感じだけどね。今のがガネーシャ君。ガネーシャ君。はい。象の頭。ですね。はい。お父さんに首を切り落とされて、ね。で、なんだ。それをどっかに飛ばされて、通りかかった象の頭を追いかけたっていう、そういう、ね、はい、確かね。もうインドだね、もうすごいね。やっぱり奥の方に入るとリトルインディアっていう感じがするよね。ジルがね、どんなんでもいいんだよね、正直。ただね、細いんだよね。ちょっと太めのやつがいいんだけど、ゆったりしてるやつが。
はい、今ジーンズを買いました。ムスタファー行ってないんですね、まだ。これでね、10ドル。で、これで9ドル。まあ、ちょっと、Thank you。ちょっとこっちの方が品質がいいやつね。これが15ドル。これはね、やっぱり生地がいいよね。まあ1週間着れればいいだけなんで、はい、まあいいでしょう。これで、まあ、10ドルだから1000円か。まあいい買い物ですね。はい、アイスカシャンもね、まだ食べてないんですね。っていうかね、フードコートがあるはあるんだけど、デザートがないんだよね。ないね。とりあえずムスタファ行きましょうかね。はい、ちょっと見てみたいんだよね。買い物は、靴だけかな。そんなにいい靴じゃなくても無理かもしれない。はい、とりあえず靴だけ買いたいですね。はい、サンダルはちょっときついので。はい、ムスタファ着きました。これですね、初めて入りますね。どんなところでしょうね。ジーンズ後で買えばよかったかな。まあいいや。どうしようか。とりあえず入るか、ね。これは多分預けられると思うんだよね。あとこうクロークあるからね。まあ万引き防止だよね。はい、勘違いされないようにということですよね。はい、まあいいや、とりあえず写真を。はい、はい、これがね、アイスカちゃん、価格が2ドル、これで2ドルだから、そこそこ安いよね。160円か。アイスカちゃんだね、美味しいね。はい、多分下にコーンが入ってますね。最初食べた時、そのスイートコーンが、ね、デザートの中に入ってるのにびっくりしたけどね。はい、美味しいね。はい、これで、まあ、大体シンガポールで食べるべきものは食べたかな。でさっき、ユートルインディアにムスタファで買ってきました。これはジーンズですね。これがチョコレート、これが靴と、あとダウンジャケット。はい、今友達にメールをして、ね、ハノイはね、もうダウンジャケットが必要ですってことで、買いました。まあ1週間だけなのでね、いくらだったかな、25ドル。いや、一番安いやつ買いました。はい、靴はね、アシックスのやつです。はい、それでも55ドルだから、4500円ぐらいかな。はい、まあ、靴はね、日本に帰ってからも多分履くと思うので、はい、まあ、ある程度いいやつを買いましたね。まあ、多分ね、アウトレットだと思いますね。はい、はい、中から、なんかやっとほじれるようになったんで、スイートコーンと、これチンチャオロかな。まあゼリーみたいなやつと、あと小豆が出てきますね。スイートコーンね、最初ね、スイートコーン、が出てきた時ね、かけた時ね、びっくりしましたね。そうなんだと思って、日本じゃありえないんですよね。まあ慣れっていうのは怖いもんで、まあもう慣れてますよね。まあ本当言うとこの半分の量でいいよね。ここまで大きくなくていいんだけど、